大体10秒でわかる。前回のラスジ単独で動作するタテクロボを作りたい。今回は作るロボのコンセプトを考えます。クワガタ光学センサーですが、フォトトランジスタを使います。フォトトランジスタの前をモノが通ると出力の電圧が変化します。どうもアンテロボルタです。というわけで今回は目を作ります。ボディの制御はいつも通りラズベリーパイピコを使いますが、ラズベリーパイピコに搭載されている ED コンバッターは3チャンネルなので、別の ED コンバッター IC をいくつか使ってチャンネルを増やします。今回は MCP3204 を使います。この IC は SPI インターフェースがあるので、ラズベリーパイと通信してセンサーの出力値を取得できます。で、組み立てたものがこちら。端子むき出しですが試作なんで、ね、これをラズベリーパイに接続して、センサーから読み取った値に応じて LED が光るように接続します。これで動作チェックしてみると、一応ちゃんと物体の位置を検出できていそうです。で、6×6 の2次元アレイにしたいので、この IC を9個使います。コンパクトに9個つなげられるようにこんな感じのコネクタとかいろいろ作ってたんですが、持っているハンダボテの小手先が太くてどうしてもショートしちゃって、時間だけが過ぎていって何の成果も得られませんでした。いや、 1.27mm は普段使っていないので難しかったです。ハンダゴテは発光の FX601 を使っているんですが、使いやすい細めの小手先をご存知でしたら教えてください。で、なんとか別のコネクタと配線は作れました。センサー用のコネクタも作って、もろもろつなげたのがこちら。でっか、いやでかいでかい。配線でボディが埋め尽くされちゃうよこれ。まあ動作チェックしよう。さっきと同じような感じで、今度はセンサーと LED を2次元に配置しています。カメラ使うか。あまりうまく検出できてないな。思った以上に難しいのでカメラを使うことにします。今回時間だけかかって本当に何の成果も得られていない。 SPI 通信の方法を勉強できただけよしとしよう。今回の動画は以上。カメラは今度実験することにして、次はテスト用のボディを作ってみようと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いします。